RUSE は UBI ソフトより発売されているリアルタイムストラテジー。開発元はフランスのオイゲンシステムズ。1943年から1945年までの第二次世界大戦、ヨーロッパ戦線を舞台としており、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ソビエト、日本が登場する。 キャンペーンでは実在の人物や土地名など歴史に忠実なストーリーが展開されている。コンシューマーゲームとしては珍しいリアルタイムストラテジーである。キャンペーンでは、プレイヤーはジョー・シェリダンとなり、第二次世界大戦を終結させるために味方を指揮する。最初からありとあらゆるユニットを使うのではなく、段階的にバリエーションが増えていくという仕様上。 チュートリアル要素が強い。バトルモードでは NPC 相手にオフラインで戦うことができる。時代や戦場、使用する人営、AI の思考パターンやゲーム時間などを好みに設定することが可能。オンラインモードは、いわゆるネットワークプレイで人間プレイヤーを相手に戦うことができる。チャレンジは特殊な条件下で NPC を相手に戦う。 その多くはプレイヤーがハンディキャップを背負ったもので、中にはドイツがイギリスに進行する架空シナリオといったものもある。なお、こちらもオンラインによる協力プレイが可能である。ルソペジアは文字通り本ゲームの時点である。ゲーム内に登場するユニットの解説と性能を見ることができる。キャンペーンを除き、基本的に敵を全滅させれば勝ちとなっている。 ゲーム開始時には、自軍の、司令部と200の資源が与えられる。その資源を使い、補給基地との補給路をつなぐことにより、定期的な資源の収入が得られる。その資源を使用して、部隊を生産し、敵の司令部へ攻め込むというのが一種の流れとなる。その中で資源とは別にこのゲームの特徴で、タイトルでもあるルーズの存在がある。 これは相手を騙すための暴略であり、使い方によりゲームに影響を与えることになる。ゲーム開始時には2回分の使用権が存在し、開始後は一定時間ごとに使用回数が補充されていく。戦車によってなぎ倒される樹木、砲撃で破壊される街など、細かく描かれた本作のグラフィック。搭載されたアイリスズームエンジンによって、 ゲーム中にカメラアングルを随時変更可能になっている。カメラを近接させれば被弾して炎上する戦車を眺めることもできればカメラを離反させて戦場の端から端までを見渡すこともできる。リアルタイムストラテジーという仕様上、このゲームの音声は主要音声が日本語に吹き替えられている。具体的にはストーリーに関わるムービーシーンや 戦闘中の実用的な音声が吹き替えの対象である。その一方、演出的な音声はそのままとなっている。その演出的な音声は、米軍と英軍ではもちろん英語となっており、ドイツ軍ではドイツ語、日本軍では日本語、という具合に、各国が母国語で喋る仕組みになっている。不評用トラックに偽装された戦車。 偽情報のルーズに当てはまるルーズはこのゲームの題名でもあり、選曲に影響を与える要素である。ゲーム内のマップはあらかじめいくつかのエリアに分割され、最初に発動するルーズを選んだ後発動するエリアを選択する。一つのエリアに同時に発動できるルーズは二つまで。敵と交戦するにはユニットが必要だが、そのユニットは施設から生産される。 したがって、最初から、ある程度の施設が配置されているキャンペーンを除いては、施設の配備が、最初の仕事になるとされる。以上の施設は、トラックとは違い、戦闘機の銃撃には、耐えるが、榴弾砲による砲撃や航空機の爆撃に対して、貧弱である。また、進行してきた不評に占領され、戦車の砲撃で、粉砕されることもあり得る。蒸気。 ゲームの概要で述べた通り、勝利するにはユニットを生産しなくてはならない。ユニットは不評などの軽ユニットと戦車などの重ユニット、そして航空機に分類される。艦艇ユニットも登場するが、プレイヤーの指揮下に入ることはない。ユニットは一定のダメージを受けると、配送する。 さらにその状態で攻撃を受け続けると撃破または撃墜され消滅する。配送中は応戦不可能で攻撃指令も受け付けない。攻撃を受けなければ一定時間で回復する。本作には走行タイプの懸念があり、走行タイプには不評、車両、施設、走行1、中略、走行後航空機の旧タイプがある。不評と 車両の二つは装甲を持たず、戦闘機の銃撃や、榴弾砲の攻撃に耐えられないユニットである。部隊は前期の通り1943年から1945年までのヨーロッパ戦線。アメリカ軍のシェリダン少佐は任務を遂行していくうちに、プロメテウスと呼ばれるスパイから、アメリカの情報がドイツへ流れていることに気がつく。無料の追加マップや、 有料の日本軍が存在。ベスト版には最初から収録されている。要 DLC 導入キャンペーンでは一部ミッションを除き、アメリカのみ使用する、ハット RUSE 取扱説明書、P19。ありがとうございます。